はい、ロイドです。エリーです。気になることがあったので報告するわね。今ちょうどティオちゃんと一緒にいるんだけど。どうもロイドさん。なあ、合流したのか。それでどうしたんだ。コリン君だけど、桟橋のところで水上バスを眺めていたらしいわ。その後どこに行ったのかわからなかったんだけど、そこでザイトに頼んで匂いを探ってもらったんです。そしたら桟橋から階段を登ったところで突然匂いが途切れたそうです。匂いが途切れた。ええ、港湾区の南東の端だけど、これってどういうことなのかしら。もしかして。誰かに抱き上げられた状態でその場を離れた。いや、違う気がする。ええ、たとえ抱っこされていても多少の匂いは残されるはずよ。でも、ある程度密閉された場所に入ったのだとしたら。そうか、車両か。そうなると、どこの車両に乗り込んだかが問題になるわね。ところで、誰か他にそこにいるの？どこかで聞いたような女の子の声がしますけど。いや、いろいろあってさ。とにかく、一旦集まって状況を整理した方が。ねえお兄さん、支援課の端末貸してもらうわね。え？エリー、ティオ、ランディにも連絡して一旦支援課に戻ってくれ。その時に一通り説明するから。ええ、分かったわ。よく分かりませんが了解です。あ、ひょっとして動力ネットワークから車両の情報を探しているのか。えい、そうよ。今から1時間以内に港湾区の南東に停車していた可能性のある車両について、クロスベルの全ネット端末にアクセスをかけて検索しているの。 IBC のメイン端末とそばかす君のデータベースも利用させてもらおうかしら。君は一体何者なんだ。有名な人形師のお孫さんってだけじゃないみたいだな。おじいさんは蓮の協力者というだけよ。バテルマテルを直してくれる蓮の味方の一人。博士はちょっと信用できないから内緒で頼らせてもらっているの。は、博士。それにパパとママって。分からなくてもいいわ。このクロスベルにおいてレンはただの観察者に過ぎない。キティという名前の。やっぱりか。昨日の追いかけっこはスリルがあってドキドキしちゃった。そばかす君も結構やるけど、あのお姉さんも相当みたいね。面白い裏技を使われた気がするけど。そこまでわかるのか。ただいまロイド、言われた通り戻ってきたけど。あら、その子は確か人形工房の孫娘だったか。ああ、ちょっと事情があってさ。ライムス運送会社の運搬車が30分前に駐車しているみたいね。次の運搬先はベルガード門。運搬車の通信番号これでいいみたいね。この通信番号に連絡を入れてみて。多分あの子の行方がわかるはず。
お見事。どうなってるの？さっきから何やってんのか完璧についていけねえんだが。なるほど、あなたがキティなんですね。おいおい、マジでどうなってるんだよ。お姉さんも昨日は遊んでくれてありがとう。でも今はそれは後回しにした方がいいんじゃないかしら。まあ確かに。よし、早速連絡してみよう。もしもし、どちら様？クロスベル警察特務支援課の者ですが。よかった、ギルドが警察あたりに連絡しようと思ってたんだ。でも俺どっちの番号も知らなくて、それで親父に連絡して。落ち着いてください。慌てているみたいですけど、一体何があったんですか？会社に相談しようとしたんだけど、そしたら通信してる間にその子どっかに行っちゃってさ。どうしたの？あ、ちょっとまずいことになった。そんな、まずいなそいつは。なあ、すぐに街道に出よう。大至急そちらに向かいます。あなたは下手に動かないでその場で待機しててください。その子が戻ってくるかもしれません。よろしく頼む。とにかく急いでくれ。急いで西口に出よう。それとレンちゃん、君はついていくわ。足手まといにはならないから、レンも同行させてちょうだい。でもここで待っててくれた方が安全だと思いますが。あの子の行方を突き止めたのはレンよ。だからレンは最後まで見届ける必要がある。たとえどんな運命があの子に降りかかったとしても。あなたよくわからんが妙にこだわってるみたいだな。時間が惜しい。ロイド、連れて行こうぜ。ああ、レンちゃん、君がただの女の子じゃないことは分かったけど、無茶はしないこと、それだけは守ってくれ。分かったわ。それとレンのことは呼び捨てにしてちょうだい。なんだかちょっとくすぐったくなってきたわ。了解だ。よし、それじゃあすぐにでも西口に向かおう。西クロスベル街道に出てコリン君を探すんだ。ええ、了解です。ティオ、念のため周辺を探ってくれるか。了解です。アクセス。どうやら町の近辺にはいないようですね。60セルジュほど先に運搬車の反応はありましたけど。ってことはまずは運搬車のところまで行った方が良さそうだな。面白いおもちゃを作ったものね。教授？
祭壇の最新技術の成果と似たようなものを持っていたあなた、ひょっとしてそれよりも今は先に進むことにしましょう。かわいいかわいいあの子がかわいそうなことになる前に。もちろんだ。とにかく急ぎましょう。来てくれたみたいだな。いえ、お待たせしました。ねえお兄さん、あの子がいなくなってから悲鳴やうなり声は聞こえなかった。もしくは何かが崖下に転げ落ちるような音とか。え？いや、聞いてないと思うけど。まだ無事の可能性が高いわね。お兄さん、先を急ぎましょう。な、ああなんつうか正確な状況判断、とても子供とは思えないわね。キティというのもうなずけます。警察学校とかがある方向だな。よし、急ごう。
いた。あれを追ってここまで来ちゃったのか。ずいぶんと好奇心旺盛なガキンチョだな。それじゃあ保護するとしましょうか。 あれは。まずい。間に合うか。あの数だと牽制も。あ、連鎖。うわ、下がりなさい。任せろ。残りは片付けるぜ。行くぞみんな。私の番です。分析を開始します。情報を入手しました。任せろ。よし。うわ、ええ、みんな頑張って。ありがとう。疲れました。任せてくれ。行きます。私の番です。ガンナーモード起動します。オーバルドライバー出力最大。エーテル、バスター。任せて。任せろ。ほらよ。それ。行くぜ。こいつはどうだい。はあ、クリムゾンゲイル。私の番です。ウニグマ駆動。行くぞ。甘いっすよ。
正直危なかったぜ。そうだ、レンちゃんとコリン君は？もう大丈夫よ。怖い魔獣はお兄さんたちが退治してくれたから、だから安心してもいいわ。どうして泣くのよ。もう危なくないって言ってるのに。あなたなんか本当は助けるつもりなんて全然なかったのに。レン、レンさん、バカみたい、本当バカみたい。見てるだけって決めたのに、絶対関わらないって決めたのに。どうしてレンは。レンちゃん、君の事情は知らない。でもきっと君は君の大切なものを守ったんだ。他ならぬ君自身の手で。その腕に感じてるぬくもりが何よりの証拠だよ。不甲斐ないけど俺たちは君の手伝いをしただけだった。でもそれでも光栄に思う、レン。君が君の大切なものを守る手伝いができて。寝ちゃったか。かわいい寝顔ね。何の罪も知らない、無垢で純粋で真っ当な子。こんなに大きくなったんだ。さっきその子の親御さんに連絡したよ。大急ぎで迎えに来るってさ。そう、君は一番の功労者だ。当然紹介するのが筋だとは思うんだけど。必要ないわ。レンの名前も存在もその人たちに伝える必要はない。でもなあレン、君が普通の物差しで測れるようなただの女の子じゃないのは分かった。あの大釜を投擲する能力、キティとしてのハッキング技術、その子の居場所を特定した論理的かつ多面的な推理能力、あまりに多彩すぎて現実味がないくらいだけど、君がいわゆる本当の意味での天才であることは分かったよ。お兄さん、やっぱりなかなか見どころがあるわね。そう、レンの本質はそこにある。あらゆる情報を取り込み処理し、自らを含めた環境を適切に操作する。戦闘技術もハッキングも博士論文も人形の操作もお茶会の作法も全てはその本質によっていると言えるわ。博士論文で、まあそれはいいか。つまり君には分かるってわけだ、何をどうすれば自分の望みを叶えられるのかを。そうよ。どんな
それが蓮の力そのものだから。なるほどね。だったら君は一体何を望んでいるんだ？どんな願いでも世界が叶えてくれるお姫様。でも今の君はどこに帰ればいいかわからなくて、途方に暮れた子猫みたいに見える。いや、帰るべき場所は本当は分かっているのかもしれない。なのにいくつもの大きな岩が帰り道を塞いでいて帰れない。そうなんじゃないのか？全ては俺の直感と憶測だ。見当違いだったら謝るよ。だが俺たちは特務支援課だ。困っている女の子がいたらなるべく助けになってあげたいし、一緒に帰ってあげることはできなくても岩を取り除く手伝いくらいはできる。お兄さん、推理だけじゃなくて妄想も得意だったみたいね。あなたなんかに蓮の何がわかるっていうの？もちろんわからないさ。それに君が頼りたいと思う人は他にちゃんといるのかもしれない。でも転がっている岩は一つだけじゃないんだろ。俺たちにも任せられるような、そんな手頃なサイズの岩はないかな？そんなの。ロイド、ハロルドさんが見えたみたい。そちらにお通しするわね。いや、あ、その。なんだったらクローゼットの中に隠れてるか？なあ、こちらにお通ししてくれ。ええ、ちょっと待っててね。失礼します。あ、コリン！よかった、本当によかった。ちょっと事情があってね。そこのクローゼットに隠れてる。え？またどうして？なんか事情がありそうだな。皆さん、本当にありがとうございました。なんとお礼を言ったらいいか。このご恩は決して忘れません。そんな、どうか頭を上げてください。その、私たちも任務でコリン君を探しただけですし。いいえ、いいえ、皆さんが見つけてくれなかったらコリンは、この子は本当に本当によかった。大丈夫、もう大丈夫だから。ふん。どうしてそこまで？ゴリン！あれ？どうしてパパとママがいるの？ゴリン！よかった、本当に。ダメだぞ、ママたちに心配をかけたら。あのね、とっても楽しかったの。ミッシーの車を追いかけて、知らない友達もいっぱいできて、かくれんぼして荷物ばっかりの車に乗ったら真っ暗で、お外に出たらすごく綺麗で黄色い蝶々を見つけて、
それでね、あれ、スミレ色のお姉ちゃんは？スミレ色のお姉ちゃん？うん、あのね、とっても強かったの。優しくっていい匂いがして。それでね、パパと同じスミレ色の髪をしてたんだよ。あの、その娘さんというのは？そのコリン君を探すのを手伝ってくれた女の子なんです。外国の旅行者みたいで、身元はちょっとわからないんですが。そうだったんですか。そんなことって。お姉ちゃん、また会いたいな。そしたらもう一度遊んでもらって。ゴリン。また寝てしまったか。よかったらそのまま寝かせてあげてください。こちらは大丈夫ですから。ありがとうございます。本当に何から何まで。しかし、私と同じ髪の色の娘さんか。これもエイドスとあの子のお導きかもしれないな。ええ、私もそう思います。その、何か事情が終わりみたいですね。ああ、いえ。あなた、私は大丈夫です。ここまでしていただいたのですから、少しは事情をお話ししないと。そうだな。私たち夫婦にはかつて娘が一人いました。もう7年以上前のことです。あ、そのいたというのはやはり。はい、不幸な事故で。いえ、事故ではありませんね。あの子は私たちが殺したようなものだったんです。え、そいつは。8年前、駆け出しの貿易商だった私は、拡大するクロスベルの貿易市場でなんとか勝ち残ることに必死でした。その結果、共和国方面の危険な相場に手を出してしまい、多額の債務を負うことになったんです。幼い娘を連れながらの逃亡生活、逃げども逃げども債権者に追われ、私たちに安住の地はありませんでした。このままでは悪名高いマフィアが出張ってきてしまうかもしれない。それを恐れた私たちは娘を古い友人のところに預けました。共和国に住む信頼できる友人です。すべて借金を片付けて完全に身ぎれいになったところで娘を迎えに来るつもりだったんです。幸い頼りになる先生の助言で、私たちは債務を整理することができました。コネやツテを生かして事業を立て直し、死に物狂いで働いて、なんとか1年で借金の全額を返済することに成功したんです。これでやっと娘に会える、また一家3人で暮らすことができる、そう思って娘を預けた友人のもとを訪ねたら、不審火だったそうです。その頃、組織だった放火強盗事件が共和国方面で頻発していたらしく、私の友人宅も
その被害に遭いました。友人宅は郊外にあったため、当局による発見も遅れて、そして預けていた私たちの娘もそれに巻き込まれていました。私たちは半狂乱になって娘を探しました。ですが遺体の状況はどれもひどく、結局家にいた全員が亡くなったという検視結果しか伝えられませんでした。私たちの娘は、何者にも代えがたい大切な宝物は永遠に失われてしまっていたんです。もう私たちには絶望しか残りませんでした。あの子を死の運命に追いやりながら、何のために生きているのかも分からず、このまま夫婦二人で心中しようかとまで考えましたが、そんな時に分かったんです。妻がコリンを、あの子の弟を身ごもっていることが。現金なもので、それが分かってから私たちは生きる気力を取り戻しました。二度と失敗しないような手堅く誠実な商売だけを心がけて、そうしてコリンが生まれ、私たちは徐々に立ち直っていきました。ですがその間、私たちは目をそらし続けていたんです。自分たちの不甲斐なさのせいで娘を亡くしてしまった痛みから、私たちが犯してしまった罪から、これが私たち夫婦が背負った罪です。すみません、長々とつまらない話を。そんなことが。その、何と言ったらいいか、因果な話っすね。ですが、この子が大きくなり、娘の面影を次第に見せるようになるにつれて、いつしか私たちは罪悪感に苛まれるようになりました。あの小さな手を手放さなければよかった。苦しくても辛くても親子で一緒にいればよかった。そんな後悔ばかりをするようになっていったんです。そこで私たちは改めてこう思い込むことにしました。コリンを授かることができたのは、亡き娘とエイドスが導いてくれたから。だからこそ私たち一家は絶対に幸せにならなくてはならない。それが娘に報いることができるたった一つの方法なんだと。身勝手な理屈なのは百も承知しているのですが。ハロルドさん、それもまた一つの考え方ではないかと。ああ、変に悔やんで立ち止まるよりはるかにいいぜ。ありがとうございます。しかし不思議なこともあるものですね。コリンを助けてくれたお嬢さん、私と同じ髪の色だったそうですが、あの子も亡くなった娘も同じスミレ色の髪だったんですよ。それで、まるであの子が天国からコリンを守ってくれたみたいで。あの皆さん、そのお嬢さんを見かけたらどうか連絡をいただけませんか。改めてお会いして心からのお礼をお伝えしたいんです。わかりました。もし連絡がついたら
必ずあの子に伝えておきます。帰ったよ。もう出てきても大丈夫だ。よかったのか。追いかければまだ間に合うと思うけど。想像もつかない事情だってある。他人が口出せることじゃねえ。それは私も同感です。そんな顔しないで。ありがとうお兄さん。天に帰り道を邪魔している。その一つを取り除いてくれ。そっか。力になれたのなら光栄だよ。それは考えたけど、でもそれは俺たちの役目じゃない気がしたんだ。ロイドさんお得意の推理ですか？いや、推理というか。ごめんください。今のは1階からみたいね。君たちは。こんにちは。いきなりごめんね。連絡もなしに訪ねちゃって。お邪魔かと思ったんですけど、至急確認したいことがあって、少しだけお時間をいただけませんか？それは構わないけど。一体全体何の話だよ。シュバルツオークションの件についてでしょうか？あれはちょっと保留中っていうか。それよりも今日の午後、ロイド君がある人物と一緒に歩いてたって目撃情報を聞いたんだけど。ある人物？スミレ色の髪の女の子だよ。多分白いドレスを着ていたと思うんだけど。それってレンちゃんのことよね？やっぱり。ちょっと待ってくれ。あの子、君たちの関係者だったのか？ああ、そうなんだ。僕たちも数ヶ月ほど顔を合わせていないけど、でもやっぱりまだクロスベルにいるんだな。
ステル？大丈夫。安心したら気が抜けちゃって。よし、こうなったら容赦しないわよ。徹底的にマークをかけて絶対にとっ捕まえてやるんだから。おいおい、あの嬢ちゃんも大人気だな。ヨナといい、すごいモテっぷりですね。まさかあの子遊撃士ってわけじゃないよな。さすがに若すぎるし、いろいろ危ないこともしていそうだし。うん、遊撃士ではないかな。でも私たちにとっては身内同然の大切な子よ。この半年以上ずっとあの子を追っていたわ。あの子を捕まえて一緒の家族になるために。家族？それは深い事情がありそうですね。そりゃあもうすっごく話が込み入ってまして、クロスベルに来てからは私も一通り知っちゃったし。ほら、君がそこでへこたれててどうするのさ。ヘイワース夫妻の情報も集まったし、あの子の心を開かせるんだろ。そうよね。ヘイワース夫妻、ハロルドさんたちのことか。なんでロイド君たちがその名前を知ってるわけ？いや、それはこちらのセリフなんだけど。どうやら今日の出来事を一通り説明した方が良さそうね。そういうわけで、ちょうど君たちと入れ違いであの子は帰っていったんだけど。エステル？やだな。どうしてこんな。エステル。ごめんね、ヨシア。それに、ロイド君たちも。でも私、なんて言ったらいいのかわからなくて。捨てられたんじゃないって。ちゃんと愛されていたんだって。あの子がやっと、辛くて悲しくて。よし。辛くて悲しくて。ハロルドさんたちの話か。いくつもの悲しい偶然と誤解があったんだ。その結果、とても過酷な道を歩いてきたあの子は、パテルマテルを作り出すことで真実を突き止めることを放棄したんだ。でもそれは無理もない話だった。なるほど、幼いがゆえの自己防衛か。ですが、それでは前に進めません。それどころか帰るべき場所にも帰れない。だからこそ僕たちは、彼女が真実に向かい合える勇気を持てるよう手助けするつもりだった。調べた限り真実は悲しかったけれど、そこには確かな愛情もあったから。だからきっと今の彼女なら乗り越えられると思った。でももうその必要はないみたいだね。ああ、少なくとも彼女は全てを理解したみたいだったよ。そうか、ありがとうロイド。それに支援課の皆さんも、なんてお礼を言ったらいいか。気にしないでくれよ。成り行きみたいなものだったし、あの子には世話になったからさ。確かにそうね。うん、決めた。最大の障害がなくなった以上、もう手加減してあげないんだから。見てなさいよ、レン。このまま外堀を埋め尽くした上で絶対に受
ちの子にしちゃうからね。すごいな。いやー、なんだか知らんが、それでこそエステルちゃんだぜ。なんというか、眩しすぎます。意気込みは買うけどね、調子に乗った時のエステルほど怖いものはないからな。任せなさいっての。ロイド君、エリーさん、ティオちゃんにランディさんも、改めて私からもお礼を言わせてください。本当にありがとうございました。エステル、エステルさん、今後僕たちの力が必要ならいつでも、もうお互い警察とか遊撃士とかわだかまりなんてないだろうしね。今後僕たちの力が必要ならいつでも遠慮なく言ってほしい。もうお互い警察とか遊撃士とかわだかまりなんてないだろうしね。うんうん、全力で協力させてもらうわ。わかった。いざという時は本気で当てにさせてもらうよ。いやしかし昨日の話はすごかったな。あの二人どんだけ修羅場をくぐり抜けてんだよって話だぜ。リベールの異変についてはいろいろと話は聞いていたけど、真相はそれ以上に驚くべきものだったみたいね。それに結社ですか。最先端技術でエプスタイン財団や ZCF を超える勢力があるというのは噂程度には耳にしていましたけど、まさかそのような規模で本当に実在していたなんて。ああ、正直実感は湧いてこないよな。まあヨシは曰くクロスベルに結社の手はほとんど及んでいないって話だけど、もしかしたら帝国と共和国の目が他より厳しいからかもしれないわね。両国の諜報関係者も多く入り込んでいるでしょうから、尻尾をつかまれたくないのかも。それはそれで全然嬉しくない話だな。謎の結社か、大国の諜報組織か、はたまた巨大な犯罪シンジケートか。ま、どれも厄介なのは変わらねえかですね。チュアース、ライムス運送会社です。あなたは昨日の運送会社の。いや、昨日はお疲れ様。でもよかったよ、あの子が無事見つかって。親御さん心配してただろう。それはもう。あんたの方は会社にどやされなかったか。ああ、配達が遅れたことは警備隊の人に文句言われたけどさ、親父、社長の方からはそこまでお咎めはされなかったぜ。ちゃんと社内をチェックしろって一発原稿はもらっちまったけどさ。まあその程度で済んで幸いだったかもしれませんね。違いない。おっと、昨日の確認をしに来たんじゃないんだ。あんたたちにお届け物だよ。警察本部からですか。いや、なんでも朝一番で速達で入ったらしいけど。はい、これ受け、はい、これ受け取って。これは随分小さなものだけど。それじゃ確かに渡したぜ。配達があるんで俺はこれで失礼するよ。おお、お疲れさん。また迷子に忍び込まれないよう気をつけてください。肝に銘じとくよ。
それで結局誰からなんだ。差出人の名前キティからみたいだ。え、レンさんから。マルツオークションの。どうしてあの子がこんなものを。確か各国の VIP にしか送られない招待カードだったよな。それ以前にどうして私たちがこれに関心を持っているのを知っていたんでしょう。あの子に関しては深く考えても仕方なさそうだ。それよりこのカード本物だと思うか。高級感のあるあつらえといい、本物である可能性は高いと思うわ。金色のバラの刻印、本物の金箔が使われていますね。本日夜7時、保養地ミシュラムのハルトマン議長邸にて開催か。なあ、みんな、課長にはあんな風に釘を刺されたばかりだけど。皆まで言わないでロイド。ま、スウェゼン・クワヌはなんとやらってやつだな。課長が今日も本部に出ていて幸いでした。みんな、いいのか。俺のわがままに付き合わせる形になると思うんだけど。勘違いしないで。私はある意味あなた以上にシュバルツオークションに興味がある。私の属していた世界に近い人たちが集まるみたいだし。私は純粋にオークションへの好奇心ですね。レンさんが言っている面白い出物というのも気になります。ま、俺はゴージャスでセレブなパーティーそのものに興味があるな。うまいもんを飲み食いしてセレブで高めなお姉さんともお近づきになれるチャンス、見逃す手はねえだろうが。みんな、今日は最終日だ。昼までに一通り仕事を片付けて港湾区の水上バス乗り場に行こう。本当にオークションに潜入するかミシュラムに行って考えたい。ええ、分かったわ。そんじゃ残った仕事をとっとと片付けるとすっか。一応新しい依頼がないか端末もチェックしましょう。